皆さん、じゃ今日はですね、新しい iPad 発売されたんで、iOS 5.1 がね公開されました。なんで、今回はソフトウェアアップデート 5.1 にしたいと思います。来ましたね。Siri で日本語、 iPod には関係ないですね。カメラのショートカットが常時表示、顔検出、利用状況、カメラがこうなってますね。こうなる感じなんですね。で、5.1 になりましたね。まああとバッテリーが良くなったらしいんで、どうなんでしょうか。はい、アップデート完了です。終わります。